はいさい、はいさい、シュータです。マッキーです。はい、ということで今日も二番生活やっていきたいんですけども、うん、はいはいはい、寒くなりましたね。寒くなったっすね、沖縄も。この季節好きなんですよね、暑いよりはね、うん、僕も結構寒い方が好きなんですけど、そうそうそうね。はい、というわけなんですけども、今日はなんと、うん、那覇市のよりみやという地域に、那覇市よりみやですね。はい、よく近くのブックオフには出没するんですけどもなるほどそうそう、はいはい、前もね、この辺りには来たことありますよね、うん、そうだ ね、 うね、うんうん、名もなき名のね、かき氷屋さんね、全然本当に名前がない、名前がないからね、うん、っていうのもあったんですけども、はいはい、なんと餃子がうまい、まあ、居酒屋があるっていうことで、今年4月にオープンしたって言ってましたね。そうそうそう、新しいお店ってことで、うん、ぜひ紹介したいなということで来ました、うん、はい、こちらです。はい、イノキの餃子でファイヤー55 ファイヤーで55、めっちゃ気になるよね。ファイヤーで55でファイヤー55ね、はい、っていうわけなんですけども、うん、謎のでファイヤー55がわからないんだけどはい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 、ちょっとね、調査していきますか。はい、行きましょう。本日ご紹介するのはアットホーム居酒屋ひろきの餃子でファイヤー55。早速店内行ってみよう。2023年4月にオープンした新しいお店、誰でもアットホームな雰囲気で楽しめるのが良きポイント。フレンドリーな店長ひろきさんと楽しんじゃおう。餃子はもちろん、オリジナルメニューも豊富で激うま。お酒が進んで止まらない大満足間違いなし。早速調査していきましょう。はい、ということで、うん、店内入りまして、はいはい、いやー、このアットホーム感ある、いいですね、居酒屋っていう感じで、まあ、入ってね、テーブル席とカウンター席がね、こんだけありますから、ある感じですけど、いいですね。今日切れてるでしょ、動き切れてるでしょ、うん、なんか無理してそう、無理してそう、どっか切れそうちょっと腰痛いです寒いからということで、はいはい、たくさんね、メニューもあると思うので、うん、じゃあちょっと見ていきましょうか。見ていきましょうか。はい、はい、ということで、はいはい、早速ですけど、うん、メニュー見ていきたいと思います。まあ、こんな感じですね。やっぱね、餃子メインなんで、うん、なるほど、これだけの種類ありますよ。おー、まあ、ひろきのね、はい、これがね、そうそうそう、お店の名前にもなってますと、チーズとかね、明太子、鶏皮とか、うん、あー、いいですね。でよだれ鶏とかね、はい、はい、あと麻婆豆腐麺、あー、いいですね、とかね、めちゃくちゃ気になりますね。普通のやつもありますね。あとは海鮮類とかも、刺身だったりとかサラダとか、ザ居酒屋だね。いいですね、マジでいいね。あと揚げ物もね、はい、はいはい、油淋鶏の唐揚げとかね、油淋鶏いいな、うまいよな。ケイちゃんポテトとかね、はいはいはい、こんな感じ。俺は分かんないですけど、俺コーンバター好きなんですよ居酒屋だったら無限にいける、無限コーンバターな、そうそうそう。で、一応飲み物の、はいはいはい、ドリンクメニューということで、ああ、いいですね。まあ、ビールから始まり、いいね、ハイボールだったりとか、うん、あとは青森とかもね、たくさん取り揃えてますから、種類多いですね。焼酎とか日本酒もね、あ、本当だね、ちょこちょこ置いてて、あとでしかもセットメニュー、ほうほうほう、1300円で、まあ、餃子セットと、はい、餃子とね、よだれ鶏、はいはいはい、セットになったメニューもあると。で、今日はもう注文はしておりまして、うん、はいはい、このこちらですね、餃子から、ひろきの餃子いっちゃっております。もうね、餃子というか、店長さんがひろきさんなんでね、ひろきの餃子ということで、うん、はい、続いて炙り明太子餃子、あー、これもめちゃくちゃ気になる。絶対うまいでしょ、絶対うまいでしょ。なかなかね、うん、餃子と明太子っていう組み合わせのきっとイメージがないですけど、はい、続いてよだれ鶏、はい、どんな感じのものなのかがちょっとね、見たことないんで、うん、確かに確かに、これも楽しみですけども、よだれが出るに間違いないと、はい、そしてここ、うん、麻婆豆腐麺です。麻婆豆腐、麻婆豆腐なのに麺です。不思議な、いいね、うん、ちょっとうま辛って書いてあるね、はい、という感じでですね、楽しみでございます、はい、頼んでおりますので、はい、待っていきましょうか。はい、ということで、はい、今回来ましたね、こちらでございます。やばいでーす、めちゃくちゃいい匂いするよ、いい匂いそう、いや、餃子だから来ました、もう麻婆豆腐麺もありますと、やばいっしょ、うまそうですね、キンキンよ、やばいって。で、一つずつね、ちょっと紹介していきたいと思うんですけど、はい、まずはこちら、こちらひろきの餃子でございます。ひろきの餃子、もう一個一個がでかくてね、デジパリパリだ、食べ応えありそうでございますよ。はい、そして二つ目がこちら、炙り明太子餃子ということで、はいはいはい、明太子がね、ちょっと上に乗ってるんですけど、これちょっと食べるときにね、うん、パフォーマンスがあるみたいなので、店長さんの、まあ、それもお楽しみでございます。はい、そして3品目がこちら、
よだれ鶏でございますよ。よだれ鶏来ました。最強のつまみな感じがするんですけど、やばいな、もう分かる分かる、うまいの分かる、間違いないでしょう。はい、そして最後にこちらですね、うま辛の麻婆豆腐麺でございます。珍しいですよ、はい、麻婆の上下に、まあ、ラーメン、うんうん、麺が入って、はいはい、混ぜて食べると、すごい、絶対うまいよ、絶対うまいな。今日はちょっとね、やっぱ居酒屋ということで、はい、まあ、あのノンアルコールの、はい、ビールをね一緒に使ってますから、はい、食べてほしいということで、キンキンですね。早速ね、はい、行きたいと思います。ういはい、ということで、いや俺のターンなんですけど、はい、整いましたね。ひろきの餃子と、いやうまそうですね、こちらよだれ鶏をね、よだれ鶏も僕はちょっと食べていきたいなと思うんですけど、完全に居酒屋に来ましたね、これは。こちらもね、はいはい、ビールに絶対合いますから、いいですね。まずね、ちょっとひろきの餃子を食べていきたいんですけど、はい、まずはもうそのままで、そのままでね、食べてほしいということなので、はい、結構やっぱり、あ、いいよ、一つがでかいですから、そうですね、何が入ってるかね、気になりますけど、はい、じゃあちょっといただきたいと思います。いきましょう。そうですね、いただきます。来ましたね、うまっめっちゃニンニク効いてる、いい匂い、もうめちゃくちゃ俺の口臭すごいもめそれぐらい、確かに喋ることに餃子の香りが飛んでくる、ニンニクとかニラが入ってるから、具もめちゃくちゃさ、うん、ぎゅうぎゅうに詰め込まれてるので、はいはい、食べ応えやっぱありますね。いいっすね、うわうまっ、この感じいいよね、うん、いやこれはお酒絶対合うからね、今日はノンアルコールなんですけどねいや餃子にビール合うんだよな、マジで合うよで今日撮影がねちょっと早い時間、はい、協力していただいて、はいはい、まあ普段は空いてない時間帯に来てるんで、ね、外めっちゃ明るいですけど、特別にね、いつもはもう大体夕方ぐらいから、はいはいはい、オープンするということで、じゃあ続いて次はね、はい、醤油とラー油を入れて食べていきたいと思うんですけど、あれって言ってたよ、ラー油手作りって言ってたよね、うん、ラー油手作りってめちゃくちゃ気になりませんか、うん、どんなって作ってんのかなっていう、ね、そもそもどんなって作ってるのかわからないから、うん、あれなんですけど、ちょっとね、うん、ラー油と醤油もいいねつけて食べていきたいんですけど、ちょっと辛いのかな、まあ、ラー油はちょっと辛いもんね、ね、まあ、こんな感じでちょっと入っちゃいますか、いただきます、どうぞ。いや、いいね、昼からちょっといいですね、贅沢よこれビールで流すビール合うな、似合うな、なかなか俺が動画内でビール飲んでるけどでもなんか一番似合うな、ノンアルコールなんですけど、うん、なかなかね飲むってたら大体シュータが飲んでる、そうですね、動画の方が多いから多分見てる人は、うん、あいつめちゃくちゃ酒飲むな、まあまあまあ、いつも毎週飲んでますけどね、ありますけどね、はい、居酒屋のつまみ最強、はい、続きましてよだれ鶏、よだれ鶏、こんな感じなんだ、蒸し鶏っぽい感じ、このタレとかね、甘辛って言ってたんですけど、うん、なんかこのちょっと初めて見たな、こういう感じ、ナッツとかも入ってるのかな、めちゃくちゃ気になるね、いいですね、じゃあちょっとね、いきますか、食べていきたいと思うんですけど、いやうまこんな感じようまそうですね、じゃあいただきます、はい、うまあ、どんな系、結構あの、なんだろう、爽やかな感じ、結構あっさりな感じなんだ、うん、そう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 、すごい、なんだろう、簡潔な感じがする、ああ嘘、うん、ちょっと酸味の効いたドレッシングが下にあるみたいな、でも若干やっぱ辛いよ、ああね、上のソースはな、タレが、うん、うまっ、いやいいですね、これはうまいよ、なんかひろっきの餃子さんさ、はいはい、あのハートフルデイっていうのもね、うん、やってまして、毎週木曜日だったかな、そう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 、身体に障害ある方だったりとか、うん、心に障害があったりとか、うん、ちょっと心がね、うん、弱ってるっていう方も、まあ、疲れちゃったとか、そう、ぜひぜひ来てほしいということで、はい、そうそうそう、まあ、本当に福祉にね、はい、まあ、優しい、うん、お店を目指してるということなので、そうですね、店長さんもね、そういう福祉関係の仕事もされてるということなので、はい、そうですね、まあ、いろんな話もね、うん、できるみたいなので、ぜひぜひね、はい、そういう方にも来てほしいし、なんかあの、まあ、手帳とか、うん、を、まあ、ご持参してもらって、そしたら餃子が、ね、うん、一皿、プレゼントあるらしいので、はいはい、ぜひぜひ、本当に美味しいから、まあ本当にいろんな方がね来てほしいっていうお店で、うん、アットホームな感じで、うんうん、やってるっていうことですね、聞いてましたね、うん、はい、ということで、うん、私のターンやってまいりました、はい
ということで、あの、うん、明太炙り、餃子を食べていきたいんですけども、はいはい、これはちょっとパフォーマンスがあるということで、なるほど、店長のひろきさん呼んでます。今日はありがとうございます。いらっしゃい。ありがとうございます。どうやって回したりするかもしれないよ。しないしない。危ない危ない。それは危ないよ。はい、ということで、うん、もうこの炙りのパフォーマンスがあるということで、なるほど、ぜひやっていただきたいと思います。めちゃくちゃ緊張です。うわ、絶対うまいやつよこれ。 あ、これいいね。音がいい。完全にうまいやつ。絶対、完全に香りを楽しんでいただいて、何もつけないで召し上がってください。うわ、絶対見た、ね、これやばいですね。じゃあいただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。見てくださいよ、デイジーヌ。うわ、これ匂いもね、楽しんでということで、はい、もうそのまま、はい、これはもうそのままでしょ。そのまま行くしかね、はい、行きましょうか。行くぜ。炙り餃子もなかなかね、デイジーヌ見たことないし、いやないね、食べたこともないから。行きます。絶対熱いよ。熱いな、食べるな。いただきます。はい、いただきます。炙り餃子、うまっ。うまっ。あ、めっちゃ匂い、うまいしかないでしょこれ、うん、餃子と明太子もね、また合うね。明太子めちゃくちゃ合うな。合うか。ほら、もう何も言わずにビールいった。すごい一口の量、半分、もうジョッキ半分。うまっ。うまいね。週末っていいね。週末だしね、もう年末ですから。最高ですね、うん、今日なんてクリスマスイブイブですから。イブイブなんだね。イブイブに兄弟兄貴2人と、はい、居酒屋に行ってますよ。すごい撮影でね。いやー、うまいな。いや、いいっすね。一瞬でビールがなくなりそう。確かに確かに。撮影ですよ。はい、ということでじゃあ次、うん、麻婆豆腐麺。いや、これもね、いきましょうか。めちゃくちゃ人気があるということで気になっておりましたけど、この麺、ラーメンの麺がさ、はい、麻婆豆腐と合うのかっていうね。ああ、なるほどね。じゃあ食べていこうかな。まあ、下の麺と一緒にやっぱ絡めて食べる、絡めて食べる感じじゃない。はい、うまいでしょこれ絶対。これはうまいやつだな。うまいでしょ絶対。うわー、これはがっつりいけるね。 いきます。いただきます。いや、これうまいでしょうよ。いやー、これ食べ応えありそうっすね。あ、ラーメンの麺にめちゃくちゃ合うね。あ、この食感とこの麻婆のちょっと甘辛な感じですね。おいしい。結構辛さはある感じ？でもピリ辛？辛いけど、でもちょっと甘い感じ。甘辛、あ、やっぱそんな感じ。うま辛って一回言ってたけど、やっぱ麺にね、ちょっと辛い感じがする。しっかり合う感じのバランスがあると。うまっ。量も結構あるからさ。あ、ちょっと辛いね。あ、辛い。あ、ちょっと辛いね。なるほど。うん、ちょっと頭かゆくなってきた。頭かゆくなってきた。この辛ミートが喉にカカカカカって言ってた。辛ミートって、うん、辛ミートがそんな言葉ないよ。すごいカカカカカって。2回はいらんな。2回いらんな。2回やこすったら多分笑えるかなと思って。鶏かなと思ったもん。どこ出身の鶏かな。でも宜野湾市出身の。ダサいな。2つの弱い。これですからね。いい匂い。いい匂い。うん、いいね。うまっ。これはうまそうよ。量めちゃくちゃ多いよ、うん、確かにね、うん、これでお腹いっぱいになる人いるんじゃないのこれ。確かに確かに。うまっ。もう締めにこれ食べてほしいな。うん、一応これのハーフもあります。ああ、これはもうレギュラーサイズね。レギュラーサイズめちゃくちゃ多い。うんうんうん、うん、本当にメニューもね、あのオープニングでちょっと紹介したんですけど、はい、いろいろあるので、うん、でこういった感じでちょっと本日のおすすめとかもあるみたいなので、しかも見て、うん、焼き鳥もあるらしい。ああ、焼き鳥と牛タン串とかもね、うん、あるみたいに串物もあると、うん、いいですね。はい、ということで、はい、全部完食しました。ごちそうさまでした。いや、めちゃくちゃうまかったな。あのね、もうノンアルコールもすぐ一瞬だったな。本当にもう料理がさ、やっぱ一つ一つすごいこだわりがあって、うん、はいはいはい、もう酒が進む進む進むね。もうノンアルコール一瞬でしたから。もうぜひぜひ本当に美味しいお酒と美味しい料理が楽しめるね、うん、こちら
ひろきの餃子さん来てほしいわけなんですけど、はいはいはい、今回紹介したひろきの餃子さんの営業時間、はい、お伝えしていきたいと思うんですけど、行きましょう。月曜日から金曜日が、はい、夕方6時半から、はい、まあ、11時、はいはいはい、ラストオーダーが10時みたい。10時、はいはい、で土曜日だけ、うん、ちょっと早い11時半から、はいはいはい、同じ11時、うん、ラストオーダーがまあ22時ね、はい、までの営業となってますと。で定休日が日曜日。日曜日。はい。ひろきさん何もしないと。あのね、ひろきさんさ、そうそうそう、昼間仕事やってるらしくて。昼間のお仕事が終わって、うん、そのままこちらのひろきさんの餃子もされてるということなんで。そう、なんで早くもっと開けないのって言われるらしいんですけど。それがね、まあ、昼もあるんでね。そちらへは、ね、すごすぎよ。ご了承くださいということで。はい。であとインスタグラムとかも、うん、やってるみたいなので、はいはい、そちらの方はね、概要欄に。はい、リンクの貼っておきますので、うん、ぜひフォロー&チェック、はい、よろしくお願いします。はい、ということでこんな感じで動画を終わります、はい、ありがとうございました。まずひろきの餃子めちゃくちゃうまいんでみんな来てね。ありがとうございました。ありがとうございました。あざす。ありがとうございます。